はい、今週もこの時間がやってまいりました。競馬チャンネル小熊の時間です。皆さんおはようございます。新年第、YouTube のっていうのは3回目なんですけど、中央競馬予想は2回目なんで、よろしくお願いします。一応中山京成杯予想いきますね。早速ですがこんな感じです。軸として8番のコマノインパルス、相手にマイネル2番マイネルズフェン、11番ガンサリュート、13番メリンオラ、メリオラ、1番のサーベラージュと15番のバリングラ、ね、でこの3番のイブキはちょっと、注意してみておいてください。人気になりすぎて飛ぶ可能性が十分ありますので、もしかしたら僕は消す可能性が高いです。で反対にこの9番超絶アナウマを入れても面白いかなと思います。結構この京成杯のレースは位牌となりますねと予想はしています。でおすすめレースとしては7レースの1番15番と12レースの3番7番両方とも連軸候補なんですけども、人気になるのでまあ押さえといて損はないかなとは思います。日経新春杯もこうやって本命打ったんですけど、日曜日今日の1月15日は中止になっちゃったんで、月曜日に中京の振り替えで出馬表はそのままで、火曜日の方に京都開催になるんですけど、それはまた、出馬表を改めるということを発表しました。なので、土曜日入れたら4日間開催となりますね。で今日の中山開催のみの分は10レースの3番グランシルク、戸崎啓太、これが連帯するんではないかなとは思います。で9レースの丸与爆心っていう馬が今のところ狙ってるかなとは思います。今年も、どうかよろしくお願いいたします。ですね、若ちゃん、沢ちゃん見てますか。東京の木村ちゃん、G1 のバウムクーヘン食べたいです。まあこんな感じで、お送りしましたんで、後でまたレースもしかしたら、載せるかもしれないんで、よかったら見てください。今年もチャンネル登録よろしくお願いします。以上です。